ドイツ和紙勲章はナチスドイツ体制下のドイツにおける勲章。主に海外におけるナチスドイツにとっての政治的、軍事的、経済的な協力者に対して外交上の業績を表彰するために授与された。また例外的に自国の外交官や外交政策関係者に対しても他国との友好関係への貢献を称えるべく授与される場合もあった。 東急については当初は6階級に分けられたが、最終的には10階級にまで細分化された。1937年5月1日、同国のアドルフ・ヒトラー総統自身の発案によって制定され、ベルリン陥落による政権崩壊まで授与が続けられた。ナチス政権の初期から存在する勲章として、政治、軍事関係者以外にも、 親読的な外国人に対して広く授与され、大国ドイツとの人脈を示す名誉な勲章として扱われた。しかしナチスドイツが敗戦し、またナチ党の非倫理的な蛮行が知られるにつれて、一転して、対独協力者としての立場を示す、不名誉な経歴となった。ドイツは紙勲章は、アドルフ・ヒトラ政権が他国と関係を結ぶ上で、協力的な人々、すなわちは、 ナチ党やナチズムに対して、好意的な外国人への信頼を示すために制定された。上の等級では、国家指導者や大臣などの政治的要人、下の等級では、外交官や企業家などの有力者に授与された。性質上、当然ながら、外国人に対する授与が基本であったが、自国民であっても、外交上の功績を持つ人物を表彰する場合に、例外的に、 特別授与されることもあった。具体的には、外務大臣と保護国となった、ボヘミア及びモラビアの総督に対して行われ、保護領総督と外務大臣の双方の経験がある、コンスタンティンフォン・ノイラートが特別授与されている。また、公認の外務大臣となった、ヨアヒム・フォン・ディペントロップ、保護領総督の公認を務めたビルヘルム・フリックも、特別授与を受けている。 外務大臣や保護領総督以外には、新英隊全国指導者の地位にあった、ハインリ・ヒヒムラーも授与されている。マルタ十字型の十字章に、アドラーがハーケンクロイツを掴んでいるというナチスドイツの国章を十字の角につけたものを基本的な形状とし、それに階級に合わせて剣などの装飾をつけ足すという、大胸騎士鉄十字章などと同じくドイツの伝統的な勲章の等級制度を用いた。 リボンの色は白、黒、赤、十字章は白色、アドラーは金色が採用された。全体として、等級やデザインは、プロイセン時代の最高勲章であるクロワシ勲章や、赤州勲章に習ったものと言えた。1937年から1943年まで、ドイツ和紙勲章は以下の6等級に分かれた。1937年9月25日、 ドイツは死勲章の最高等級として、ダイヤモンド付けオーモンドイツは次第十字勲章を制定し、ムッソリーニへ授与した。1945年のドイツ第三帝国崩壊に至るまで、ダイヤモンド付けオーモンドイツは次第十字勲章を授与されたのは、ムッソリーニただ一人である。1943年12月27日、 ドイツワシ勲章は以下の10等級に細分化された。通常のドイツワシ勲章については1級から3級までであったものが1級から5級までに分化された。またドイツワシ功労メダルについても銀メダルと銅メダルの2種類に分けられた。AB、オームコレクションレコード、ラローム 3337A、オーストラリアンオーメモリアル2012年2月26日時点の オリジナルよりアーカイブ。2008年12月1日閲覧。ABCDEFGHI ウェンデル。マーカス。ホルダーズオブザグランドクロスオブザ。オーダーオブザジャーマン・イーグル・イン・ゴールド。アクシーズ・ヒストリー・ファクトブック。2009年9月17日。閲覧。デビット・リトルジョンコロネル CM。ダットキンス。オーダーズ・デコレーションズ。 メダルズバッチス・オブ・ザ・サード・ライヒ、R James California. P All ・ジェームズ・ベンダー・パブリッシング・カリフォルニア、P20 カンファームズ・オール・サン・ジャーマン・リシピオンズ・ハット、カバダス、ジョー・リバー・ルージュ、モーターバックス、ンビ・パブリッシング・カンパニー、ピアニッシモ、75、ISBN 9780760317082、サイケット・イン・ジョー・カバダス、リバー・ルージュ、 Google Book Search, http://books.google.com.au, books, id イコールキューザナッツォック3ヘック&、ピコグラムイコール pa75&、lpg イコール pa75&、dq イコール22オーダーオブザジャーマン、イーグル 22&、ソースイコールウェブ&、オーツイコール bn52sp サンプソ&、 シグイコールバックスブフナーピーグウェフ422リッター CMQGE6 キロ &HL イコール EN& サイコール X& オイイコールブックリザルトレスナムイコール 7& カラットイコールリザルト PPP1M12008 年12月1日閲覧ジェフリー・ジー・ジョーンズエイドリアン・ブラウントーマス・ J ・ワトソン IBM& ナチ・ジャーマニー ハーバードビジネススクールケース9から807から133オクトーバー2008アイナル W ジュバルドルフ・ウォールデン1872から1946ページ621アイナル W ジュバルドルフ・ウォールデン1872から1946ページ621ありがとうございます